はい、どうも岡野ゼミナール、塾長の岡野と申します。最近ですね、まあ、話すネタが、なくてですね、ちょっこら困ってるんですけど、そうですね、なんかあまりこう自分の世界を広げてないだけなのかもしれないですね。この先日ですね、林千佳さんとですね、水島悟さんがですね、まあその反日の源流でしたかね、草刈り派の源流というか、そういったのを、挙げてまして、本当になんか素晴らしい1時間で、まあ、ぜひ皆さんですね、その4、ぜひ YouTube でですね、まあ、チャンネル桜の方を見ていただけたらなと、閲覧していただけたらなと、まあ、思ってますね。で、なんか、すごくその、こう江戸から明治に変わる際に、ペリーがですね、来て、で、その、まあ、ペリーが、の黒船が来てからですね、もう本当に、もうお酒も飲めないぐらいですね、4席来ただけでもびっくりしまくったみたいな感じのやつが、まあ、教科書に載ってるんですけど、まあ、それが違いますよというのをですね、まあ、こう歴史的に、まあ、林千佳さんがですね、まあ、そういったことを、まあ、述べてまして、まあ、小生もずっと、まあ、同じ意見でしたし、そのなんていうんですかね、まあ、ずっとそういったその、第一次世界大戦、第二次世界大戦で勝ったグループたちの都合のいいその情報を我々がずっと、まあ、ある意味で言えば情報をコントロールされていると、まあ、思ってたですけどね、それが、それを、林千佳先生が、まあ、あでやかに鮮やかにですね、まあ、そういったテロップというか、そういったこう紙を出して語ってくださって、まあやっぱそうだったなと思いますし、もちろんそのロシアもそうだし、イギリスもそうだし、まあ、オランダがね、日本にですねたびたび来てる時もそうですし、まあ、黒船というものはやっぱこう蒸気船というのは日本人はペリーが来る前に大体およそ100隻ぐらいでしたかね、おそらく来てたと思いますし、で、まあ、歴史を遡れば、その織田信長の前に、まあ、鉄砲が伝来してですね、その鉄砲が伝来した時に、今の日本円で確か2億円ぐらい、1兆2億円ぐらいで買って、で、まあその時の、まあ、金だったり何か、当時はまあ基軸通貨というかは銀なので、まあ銀だったのか分かりかねるんですけども、まあ今の日本円でいう2億円ぐらいのものと、まあ、物々交換をしてですね、で、まあこれで日本でね、売ったらものすごい金稼ぎができるぜということで、まあ日本からですね、まあアフリカ経由で、まあ希望法を通ってくるのに、まあ何年もかかりますからね、まあ4、5年ぐらいかかったんじゃないですか。で、往復して、銃を持っていくと、もう日本人はそれをコピーしてたという形ですね。ということはですね、武田軍に小野田信長が勝ったのは、火縄銃というですね、最新の武器を、仕入れていたからだと。ということはですね、ヨーロッパの最新の武器ですね、まあ、バランスを、まあ、というか、まあ、そういった最新の武器をですね、
仕入れたことによって当時最強であった騎馬隊を持った武田軍を苦しめたという形になります。ということはその頃からですね、ヨーロッパと、日本というのは深く関わってますし、で、まあ豊臣と徳川の、まあ、関ヶ原の戦い以降ですね、まあ、大阪夏の陣とか冬の陣とかで一番最新の大砲があって、それが、まあ、天守閣に当たって、まあ堀を埋めたりとかして徳川が勝ったりとか、ということはですね、ヨーロッパから来た人たちの武器を、まあ、相当多額な銀だったりとかそういったものを使って、物々交換してる、もしくは、まあ、人と物々交換してるとか、そういったこともあるわけですね。ということはですね、まあ、プロテスタントとキャトリックのことも、キャトリックのことは南蛮人ですし、プロテスタントのことは紅の毛と書いて、こうもう人って言って、まあ、言ってるわけですから、まあ、言葉語彙があるということはプロテスタントとキャトリックっていうのはきちっと見極められてると。ということはですね、ヨーロッパのそういった、杉田玄白とかでしたかね、あの解体新書でしたっけ、その解体新書も、蘭学ですよね、そこら辺の、ものが、まあ、出島というかですね、まあ、そういったところが入って、それを、まあ、読める日本人がいて、で、まあ、解体学だったりそういったことも入ってるわけですからね、まあ、そういったことを考えますと、やっぱりそのさまざまな文化がその日本からより外から入ってきて、でそういった武器によってですね、最新の武器によって、日本の、どっちが、まあ、最新の武器を持つっていうのもインフォメーション中の形ですね、それを知ってるわけで、で坂本龍馬が、まあ、グラバーですよね。でグラバーはケズウィック家、ケズウィック家はロスチャイルド家の犬なので、確かロンドン系のロスチャイルドと犬ですので、まあ徳川についたフランス側のロスチャイルドと、長州佐藤についたイギリス系のロスチャイルド、どっちに金借りてもロスチャイルド家にお金が行くようなスタンスになって、要はまあそれは代理戦争ですよね。つまりその、同じ民族同士を争わせて、で疲弊したところを叩く、で疲弊する際に自分たちの武器とかを売ればお金儲けもできると、というふうにですね、その戦争ビジネスっていうのは本当にこの、500年ぐらいは普通にありますし、そしてまあそのこの200年ぐらいは、まあ1789年のフランス革命以降ですかね、に関してはやっぱこうユダヤ人たちがですね、まあ金融だったりとかですね、そういった武器とかで非常に荒稼ぎをして、で国のそういったその中央銀行を握ってですね、まあ、コントロールしていくと、まあ、つまりその第二次世界大戦というのは、あの日本の中央銀行を誰が奪うかという戦争だったんじゃないかなと小説は解釈してますし、第一次世界大戦はドイツの中央銀行、まあその厳密に言えばもうあのもともと握られてたっちゃ握られてたんですけど、まあ、完全に握るために、中央銀行を握るためにやりつつ、かつその中東の、まあ、オスマントルコですね、そこをまあ分断して、まあ、武器を売ったりとかですね、そういうふうなディバイド・アンド・コンカーでコントロールしたりとかですね、でもしくはイスラエルを作るために、ちょっとやったりとかですね、さまざまなまあ思惑がねあるんですけれども、まあ、世界の教科書でもそうですし、その日本の教科書もそうなんですけど、
第一次世界大戦、第二次世界大戦、日露戦争、日清戦争ではですね、さまざまな戦争の裏でお金を稼いだ人たちは全く教科書に載らないわけですね。つまり表舞台で一応チャーチルだったりとかルーズベルトだったりとか、東条英機閣下だったりとか近衛文麿だったりとか、表側に立った人は教科書に載るんですけど、それを後ろから動かしてたグループっていうのは絶対に歴史に載らないわけですね。で、その欺瞞に対してものすごく吐き気がしましたし、気持ち悪い感じがしてたのも、林千勝さんという方がですね、華麗にですね、紐解いてくださって、ああ、なるほど、やっぱそうだったんだっていうふうな感じで気づかせてくれてて、で、小生も、やっぱり英語のね、そういった、ウィキペディアとかそういったところを翻訳したりとか、もちろん自分でちょっと文字化けするところは自分でも訳してみたりとか、海外の情報とか著書とかそういったもので少し仕入れてて、で、そういった情報も結構、林千勝さんが出る前から、馬淵夢三さんという方もいましたので、そういったところで結構調べたりもしてたので、だけどやっぱりこの陰謀論という言葉で片付けられてしまって、やっぱ何言うと陰謀論って周りに言われたりとかするんで、非常に少数すぎて自分がおかしいのかなみたいな気分になってたりとかしてて、そうしたらですね、やっぱり著書も出してくれてますし、YouTube でも解説してくれてますし、ということで、過信が確信に変わってですね、非常にありがたいなと、指針ができたって感じですね。ですから、アーロン・パーマーのこととかですね、1841年頃ですね、に、パーロン・アーマーって言って、ロスチャルドの代理人が日本をどういうふうに評価してたのか、で、ペリーがロスチャイルド家の、でっち奉公だったと思うんですけど、それのオーガスト・ベルモントと結婚したりとかですね、そういったところをですね、詳しく解説してくださってて、本当になんかこういう積み重ねがですね、なんていうんですかね、歴史に学ぶというかですね、で、さらに言えば、1945年以降ですね、1914年以降ですね、世界のアカデミックをコントロールし続けてきた人たちが絶対に明かさないですね、ヒストリーというかね、そういう歴史の、系譜を、がだんだん最近ですね、YouTube でも出始めたと。それがやっぱり嬉しいなと、個人的には思います。で、だからといって何かが変わるんですかっていうと、0と1は違うとだけしか言えないということですね。本当に水島社長もそうですし、彼は南京の映画を撮って、どこがどういうふうにナチス・ドイツを、テコ入れして、育てていったとか、そういった、JP モルガンとかなんですよね、そこら辺のことも調べてたので、非常に林千勝さんの話もですね、そういった、土壌があったので、非常に入りやすかったんじゃないのかなと個人的に思います。で、今宏池会の、岸田首相がですね、ガチャガチャ動いてるんですけど、宏池会というと、池田勇人首相で、同じ広島の方なんですけど、彼はね、確かね、英語で読んだんで、あれだったんですけど、ちょっと忘れちゃ、ちょっとずれてるかもしれないですけど、戦争が負けたと、確かね、大阪のね、銀行員を確かしてたんじゃないでしたっけね。で、結構ものすごい計算が早い。で、それで、戦争が終わった後に、ボストン系の、確かFRB 系の銀行に行ってですね、
アメリカの今ある、まあそういった、まあ中央銀行のシステムをですね、多分教えてもらってたと記憶してますよね。なので、ね、そういうところがね、これからね、林千佳さんもね、解き明かしていくんだと思いますね。小生もね、いろいろ、まあ、調べてはいるんですけども、まあ本当に、まあ、つたないですからね、あれなんですけども、そういうふうにですね、戦後の政治家たちと今現在の政治ですね、そこら辺がこう深くコミットというかですね、交わっていくと思いますから、その辺をですね、我々が日本人が、さらに深くですね、掘っていけばいければいいんじゃないかなと個人的には思っています。それではですね、岡野純太郎でした。やれやれですよ。